こんにちは、ランドアーズの森と申します。本日の物件はこちら、ほっこり和室が出迎える家です。和室って結構人によって意見が分かれるところで、和室が欲しいって人もいれば、もう和室はいりませんって人もいます。まあ確かに家族構成によっては評価が分かれるところですが、まあ、こんな和室はいかがでしょうか。玄関入ってすぐにあるお部屋なんですけども、スライドドアで部屋を開け閉めできるようになっています。ドアを開けておいて和室も玄関の一部といった演出もできますし、閉めておいてプライバシーを守ることもできます。開けてよし、閉めてよしの空間もお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。はい、それでは始めたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日もね、玄関から入ってるんですけども、いつもねシューズボックスを映すことが多いんですけど、今日は一味違います。玄関入ってすぐですね、今ご覧いただいているような和室がございます。こちらですね、引き戸、まあ、スライドドアですね、で、開け閉めできるような、タイプとなっております。ちょっと一度閉めてみたいなと思いますので、はい、閉めるとこんな感じでございます。もう一回開けてみますね。はい、開けますとこんな感じで、さらにですね、こちらのスライドドアですね、今、右側にドアをスライドして開けてるんですけども、逆の左側にですねドアを、スライドして開けることもできます。これもちょっと一回やってみたいと思います。はい、そうしますと、左側に扉が来ましたので、右側が開いてる状態ですね。はい、こんな感じの、和室となっております。開けてよし、閉めてよしとですね、非常に使い勝手がいい空間なんじゃないかと思います。はい、それでは、いつものようにですね、こちらのシューズボックスですね、いわゆるこのコの字型と呼ばれるものが、ついております。これ結構ね、中も意外と入りますので、いろんなものですね、皆さんの靴を、収納していただければと思います。はい、そして和室があって、その正面の、壁ですね、このようなですね、アクセントクロスで、デザインされており、非常に、なんか高級感のあるような空間となっております。で、1階にもう一部屋ですね。これ1階なのに、やまっしなかなか火が入っております。こちらですね、結構広いんですけど、7.5 畳のお部屋となっております。ご覧ください。収納ですね、一面にございます。こちらもちょっと開けてみたいなと思います。はい、ご覧の通りでございます。ちょっと備品とか入ってますけどね、非常に収納力もあるんじゃないかと思います。で、少しだけですね、敷地、まああまり敷地には余裕がないんですけども、少し庭のようなスペースがございます。こちらもですね、壁はこのような形で、アクセントクロスですねが、演出してあります。はい、では、1階があとですね、おトイレですねがございます。こちらですね、通路を行きますとおトイレがこちらにございます。はい、このようなおトイレですね、じゃじゃん、まあ、窓もありますので非常に明るい。で、このような、リナックスさん、リクシルの商品が、ついております。もちろんシャワートイレでございます。はい、こちらですね、おトイレの横が、まあ、階段の下になってるんですけれども、このような収納スペースがございます。下にあるのは、あちら床下の点検口でございます。はい、それでは、2階の方に上がっていきたいと思います。ちなみにこちらの物件ですね、3階建てでございますので、2階にリビングがございます。はい、階段登りますと、まずこちらですね、おトイレでございます。おトイレは1階と2階それぞれですねございます。2階のおトイレには、上にこのような棚ですね、収納棚がついております。で、窓があって換気扇があって、このようなおトイレがついていると。こちらも1階と同様シャワートイレになっております。はい、でこちらですね、すぐ横、うわ、眩しいですね。窓がこれだけ大きいので、この洗面スペース非常に明るい、非常に気持ちいい空間となっております。さらにですね、ちょっと通常のサイズより少し広めかなと思いますので、この辺にですね、まあ、ちょっと収納のラックなんか置いていただくと非常に、収納ラックもアップしていいんじゃないかなと思います。はい、でこちら見えますのが、左が、洗面化粧台ですね。で、右の方には、洗濯機置き場がございます。でこちら右手にとお風呂でございます。はい、このようなタイプですね。はい、ちょっと入っていきましょうか。は
はい、あ、床が少し柔らかいタイプですので、はい、こちら TOTO の、ほっからり床ですねでございます。このようなタイプで、これは、サザナという商品でございます。もう今ね、便利な時代ですので、Google とどんな商品か出てくるということです。TOTO のサザナでございます。はい、では、再び通路に戻りまして、あ、なるほど、ここにまた収納が、廊下にこのようなですね、かなり大きめの収納、めちゃくちゃでかいですけど、ちょっと画面で伝わるか分からないですけど、非常に大きなですね、収納がついております。で、そちらにですね、スリットの、入った、光を通すタイプのですね、扉がございまして、こちらスライドドアになっております。はい、こちらがリビングでございます。うわ、明る、なるほど、窓も非常に大きいですし、奥の方ですね、リビングの上は、吹き抜けになっておりますので、非常に明るいスペースとなっております。右側はこちら全てですね、このような、アクセントクロスで演出されておりまして、インターホンとですね、これ給湯器ですね、お風呂の給湯器なんですけども、ちょっとこのコルクボードの上にこう、ついてると、コルクボードも、何かご利用くださいねっていう、多分設計からのメッセージだと思います。はい、で、こちら左手が、キッチンですね、でございます。でこちらのキッチンの裏側が、カップボードとかですね、冷蔵庫を置いていただくようなスペースとなっております。食洗機もね、しっかりついております。これ宝スタンダードさんの商品でございます。もちろんレンジフードもございまして、キッチンの横にはこのようなですね、窓と、通気口が、設けられております。はい、では、ね、ダイニングの方に移りましょうか。はい、ダイニングスペース、このような形ですね、窓も一つ、ありまして、リビングのスペースが、なかなか使い勝手が良さそうな形ですね。でさらに、上が吹き抜けになっておりますの で、 で非常に空間としてですね、大きな空間が、演出されているという感じですね。はい、で、バルコニーもですね、2階に、ございますし、今ですね、ご覧いただいている通り非常に日当たりもいいので、先ほどのですね、洗濯機置き場、同じく2階にございますので、そのままですね、洗濯物をこの階段上り下りせずに、干していただけると、そういう設計でございます。はい、非常に大きなバルコニーについてますね。で、こちらは作り付けの、造作棚が付けられております。なかなかね、隣も、大きな建物はありませんので、非常に大きな空間となっております。ダイニングこのようなですね。でこのリビングの床に関しては、床暖房ですねが設置されておりますので、冬でも暖かくお過ごしいただけます。またリビングと、廊下ですね、通路は今こちらご覧いただいているこのスライドドアで、間仕切りすることができますので、空調効率もですね、何か悪くなるということもございませんということです。まあ、あんまりこれがね、つながっているとちょっと空調効率悪いなとかということもありますけど、こちらの物件に関してはそのような問題はございません。はい、では3階に移りまして、まず、通路にですね、一つ収納ですね、このような共用収納がございます。まあ、階段の、上になってますので、サイズ感としてはこのような感じです。はい、で、もう一部屋ですね、こちら 5.1 畳ですねのお部屋がございます。はい、非常に窓も大きいので、日中は非常に明るくお過ごしいただけるんじゃないかと思います。で、少し小ぶりながらも収納は、しっかりと設置されております。はい、で、次最後のお部屋となります。はい、こちらでございます。広さでいうと 6.3 畳ですね。6.3 畳ってそれほど広くないような気はするんですけれども、バルコニーに、面しているというところもあってですね、非常に広い印象を、受けます。収納もですね、はい、十分な広さがあるかなと思います。で、こちらですね、バルコニー、非常にいいですね。めちゃくちゃ日も入ってますし、なんかちょっと、ディスプレイね、こう飾られてますので、非常に、こうイメージしやすいんじゃないかなと思います。
ちょっと今強風でですね、ちょっとディスプレイ倒れてますけど、申し訳ございません。はい、こんな感じですね。奥まで深いですね。あそこまであるんですね。なるほどなるほど。まあ、こういった感じでですね、バルコニーは、2階でも干していただけますし、3階はですね、こういった形で、家族の憩いの場というようなイメージで、ご利用いただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。いやー、なかなかワクワクする物件でございました。いや、本当に家って素晴らしいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。